なに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 ？何ですかこれ？夏美からのビデオレターよ。おお。無駄に手が込んでるわよね。じゃーん、みんな元気してる？今回は皆様のご要望にお答えして、こっちの様子をビデオで送るわね。どう？これが私のいる部屋、4人部屋のここが私のベッド。綺麗なもんでしょう。ここで私は寝起きしたり着替えしたりしてるってわけ。中島くん、興奮する？するか。あ、ちょっと待った、今のところ巻き戻して。え、何？もう早く早く、うん、ほら、ほら、あ、ストップストップ、ここここここ。はあ、相変わらずうまくいってるみたいね。羨ましい。じゃじゃーん、これが自慢の食事です。いくら食べても怒らんないし、おまけに味も一級品ってなわけで、いただきます。おい、いつまで続くんだ。おばあかば、頼む。さて、おいしいご飯の後は秘密の訓練所で汗を流すってわけ。これが結構ハードなのよね。秘密の訓練所って言ってましたよね。撮影の許可は取ったんでしょうか。さあ、地元大胆だな。でもさ、真面目にやんないと教官がすぐ怒んのよ。ストレス超たまりまくりなんだわ。そんな時はこれ。藤本、誰がフルオートで撃てと言った。一発ずつちゃんと狙わんか。腕立て伏せ30回。はい。どう、かっこいい？所轄の警察じゃここまでやらないでしょ。あ、言っとくけど、ここで見たことは言わないでね。一応部外秘になってっから。辻本、貴様さっきから何をやってるか。おい、128、129。どうした、もうバテたか。辻本、根性を見せろ。それとも所轄に戻るか。という感じで、私は相変わらず元気でやってます。しばらくはバタバタしそうだけど、休みが取れたらそっちへ遊びに行くからね。それじゃみんなも元気でね。なかなか充実した日々を送ってるようですね。あれだけ食ってりゃ充実もするだろうさ。あ、まだ何かありますよ。何これ？おお、これは夏美さん、夏美さん、うん、おはようございますっす。うわ、何撮ってんのよ、やめてよ。誰が撮ったんでしょうか。分かってて聞かないの。羨ましい。それじゃあ私たちも行きますか。ああ。おほほ、待ってました。夏美さん、コーヒーでいいすか。うん、いつものね。夏美、ビデオありがとう。なかなか面白かったわ。負けずにこちらもビデオで返事するわね。まずは課長。これは一体？夏美へのビデオメッセージをどうぞ。え、そのなんだ、まあ元気そうで何よりだ。その調子で頑張れよ。それから式の司会は任せろ。さすが課長、お願いします。だから早いっての。でもでもでも、私なんて。やだ、そんなこと言われても困ります。相手誰？今度はインターンらしいです。合コンで知り合ったとか。いや、やだやだ、ゆりやん困っちゃう。夏美先輩、こういうもの机の中に置きっぱなしにしないでください。最近なんか酸っぱい匂いがすると思ったら、もう賞味期限とかないですよ。一体何年ものなんですか。あれは確かでっかい台風が来た年のだったような。夏美さん、もういいっす。夏美さん、真実の愛には性別なんか関係ないですよね。そうですよね、そうだと言ってください。あ、落ち着いて葵ちゃん。げっ、なんだこれ。おい中島、何か一言。課長、じゃあやめて、セクハラでしょ。せめてぼかして。二階堂、もっと寄れ、寄るんだ。了解。はい、ごめんよごめんよ。いつもすまないな。気にしないで、私が好きで作ってるんだから。じゃあ、いただきます。うまい。こんなうまい食事、毎日食べられたら幸せだろうな。もう
半に踏ん抜けてんの中島くん、男になれ、押し倒せ。さすがに食堂でそれは。何よあれ、中学生じゃあるまいし。本当ですよ、食堂であんなこと不謹慎です。やめてください、課長まで。はい。お前か、まだか。ちょっと待って。オッケー、行くわよ。そんなわけでこちらもみんな元気です。夏美も頑張って。頑張れ。みんな相変わらずよね、安心しちゃった。それじゃまたね。おっと、呼び出した。庄司くん、あと頼むわね。了解っす。よし、今日も頑張るぞ。